はい、しおです。今日はですね、がんを予防する腸活っていう話をしたいんですけれども、がんを予防する腸活って話はですね、このがんにならない食事法の最初の章のところでですね、結構詳しく書いたりはしたんですけれども、腸内細菌とですね、もうがんの関連っていうことに関しては、もう切っても切れない関係があるということはですね、ここ20年の研究の結果明らかになってきているんですね。腸内のですね、細菌の構成が、その病気とか、それから病気の予防にですね、非常に影響を与えるということが、ますますですね、明らかになってきています。細菌そのものはですね、腸の中だけではなくて、心臓とか肝臓とか腎臓とかですね、脳とか皮膚とか肺とか、乳がんの原因になる乳房とかですね、様々な臓器の機能にこう影響を与えるわけですけれども、例えばですね、がんとの関連で言うと、その臓器の免疫機能に直接影響を与えるわけです。例えば肝臓という臓器に関してもね、腸内細菌が乱れることで、肝臓のその腫瘍に対する免疫能力が下がりますので、肝臓がんのこうリスクが上がったりするわけですよね。だから直接、実はその、つながっていない臓器であったとしても、体の各臓器にですね、腸内細菌が何らかの形でこう影響を与えると。そのメカニズムがどんな風になっているかっていうのもですね、徐々にこう明らかになってきているわけです。腸内細菌の乱れっていうとですね、どんな風に誘導されるかというとですね、代表的なものは抗生物質ですね。抗生物質を投与することによって腸内細菌ではですね、一気にこう組成がゴロッと変わっちゃうんですね。何気なく風邪の時にこう飲んでる抗生物質がですね、実は恐ろしいことを腸の中で起こしているってことをですね、実は知っておかなければいけないわけです。腸はですね、人の体の免疫システムそのものです。そして腸の中の、細菌そのものがですね、実は人の体の免疫をかなりこう牛耳っているところがあって、細菌の乱れが免疫の乱れにつながってくると。他の疾患、例えば肥満とかね、うつ病とかパーキンソン病とかアレルギー性の疾患なんていうのは、腸内細菌のね、乱れによって引き起こされるっていう証拠がいくつもありますけれども、がんもまた同様なわけです。これまでの研究でですね、ある種の細菌は、実は腸の中の炎症を抑えて全身の炎症を抑えるっていう効果があったりしますし、逆にですね、ある菌は存在しているだけですね、炎症を促進して、それから腸の中の表面の、防御システムですね、免疫層を破壊して、そして腫瘍を作り出すような環境をどんどん作っていってしまうなんてことが、示されたりしています。これらの認識に関してはですね、腸の中の細菌がその免疫に直接影響を与えるっていう感覚は実臨床でも実は認識されていて、がんになった後のある種の治療ですね、抗がん剤とか免疫療法をやった時にですね、腸内細菌の良し悪しというのが実は治療効果に大いに影響を与えるってことはすでに実臨床でも認識されるようになってきているんですね。だからいかにいい腸内細菌をですね、用意できるかってことが実はがんの治療の上でも重要であるってことが少しずつこう認識されるようになってきているわけです。腸の重要性っていうのはですね、先ほどの腸内細菌が影響を与えるってことの他に、腸そのものがですね、実は神経組織であると、第二の脳なんて言われてるんですけども、通常神経組織というとですね、脳とか脊髄っていう中枢神経ってところが中心になりますけれども、実はですね、腸の中に存在している腸管神経系というのは、生まれたときというか、精子と卵がですね、受精して受精卵できてですね、組織が少しずつ作られてくるわけですけれども、神経の組織の元ができたときにですね、一部分は脳になって、もう一個はですね、腸の方の神経になるっていう、こう二つに分かれるわけです。ですので、もともとですね、この脳と腸の神経っていうのは、つながっていて、そこの間をつないでいるものがですね、生まれてから存在しているものは、こう、迷走神経という神経だったりします。迷走神経っていうのはですね、脳と腸を直接つないでいる太い神経なわけですけれども、今ではですね、その迷走神経が腸内細菌からですね、脳に情報を伝える主要な経路になっていることが分かっているんですね。この迷走神経っていうのはですね、僕が外科医として手術しているときはですね、結構気軽に切っちゃってたわけなんですね。胃がんの手術では特にですね、この迷走神経の周りにですね、がんの転移を起こすようなリンパ節がいっぱいあるんで、そのリンパ節を取るついでにですね、迷走神経を切っちゃうわけです。そうすることで、胃がですね、動きやすくなるんで、手術の時にしばしば切るものなんですけれども、ただですね、今は、その迷走神経というのが非常に重要であるということが分かっているので、やはりその、同じ手術をするときでも、もし今だったら僕はちょっと違ったやり方するんじゃないかなと思うときが多々あります。この迷走神経の機能を高めるものも実は腸内細菌だったりするんですね。ラクトバチルスヘルベティカスっていうものだったり、ラクトバチルスロンガムっていうのはですね、迷走神経の機能を高めてメンタルを落ち着ける作用がある、そういった細菌であることが分かってるんですね。がんの発症にはですね、ストレスも非常に重要なわけです。だからストレスに対する反応っていうのがですね、腸内細菌が結構決めるということになるとですね、腸内細菌が整っていれば同じショックなことがあったんですね。免疫の低下を防ぐことができるということにつながります。ですので腸内環境を整えるために普段からこう3つのことに気をつけてやっておいてほしいんですけれども、1つはですね、砂糖を少なくするってことなんですね。砂糖はですね、健康に
まあ、悪影響を及ぼすってことはですね、まあ、いろいろ知られてるわけですけども、特にですね、微生物の中でも、その、まあ、いわゆる僕たちにとってですね、あまりいいことをしてくれない菌、通常悪玉菌って言われるようなものですけど、そういったものはですね、どちらかというと砂糖大好きなんですね。だから食事からですね、砂糖というのを直接摂取するっていうのをなるべく少なくするというのが重要になってくるんですが、特にですね、加工した食品の中に含まれている砂糖をね、極力避けるってことは重要になってきます。だから、いつもいつもお菓子とかですね、ケーキとか食べてる生活ではなくてですね、たまに食べる程度にしておくってことはすごく重要なことになってくるんですね。だから二つ目としては、まあ、食物繊維を取るってことですね。まあ、善玉菌、逆にですね、人の体にとっていいことをしてくれる菌は食物繊維大好きなので、食物繊維を豊富に含むような、まあ、野菜とか果物を取ってあげるってことが、腸の環境を整える上では非常に重要になってきます。食物繊維はね、水溶性と不溶性の2種類があるんですけども、両方とも取った方がいいですね。だから、まあ、水溶性食物繊維っていうとですね、キュウリとかブルーベリーとか豆類とかナッツとかですね、まあ、水溶性とかドロドロとした成分、ゲル状の成分ですし、不溶性の食物繊維というのはですね、もう硬いものですね。ごぼうのカチカチの部分とかね、タケノコの、まあ、消化の悪そうな部分とか、まあ、そういったものを含ませて、普通に葉物の野菜とかですね、セロリとか人参とかそういった一般的な野菜にも多く含まれてますけれども、まあ、こういったものがたくさんあることによって、便のかさが増してですね、なるべく腸の中のものを、まあ、毒素をですね吸着してそのまま便として出す上でも非常に重要になってきます。便のねかさを持たせるってことはですね、便の中をそのまあいろんな毒素をね、まあ、含めてこう出すことができるんですけども、腸の中の移動を助けることができるんですね。便のかさが増さないと便通が悪くなるんで、ある程度食物繊維の量が必要になってきます。ただまあ普段食べ慣れていない人っていうのはですね、急に取ると急にかえってですね量が増えることによって、まあ、便秘助長したりすることなんで、少しずつこう普段よりも増やしていくってことが大事なんですけれども、ただですね、例えばアスパラガスとかニンニクとかネギとか玉ねぎに含まれている、まあ、イヌリンっていうですね水溶性食物繊維っていうのは、腸の動きを活発にしたりとか善玉菌をですねより増殖させる効果があるんで、まあ、そういったのをまあちょっと優先的にね取るなんてことも、いいかもしれないですし、食べ方もちょっと工夫する必要があります。それから3つ目やってほしいこととしては、特に日本伝統的な発酵食品を定期的に取るってことです。納豆とかですね、それからカブとかナスとかキュウリとか人参などを、まあ、のぬか漬けみたいな感じですね、発酵させたものをまあ定期的に摂取するようにして、まあ、腸の中の環境をですね、まあ、日本人特有のですねいい環境に整えるってことは非常に重要になるんじゃないかなということです。あとはですね、先ほど言ったように抗生物質を避けることが重要なんですね。だからちょっとした風邪でですね、あの医者に行くようなことにならないように、もう早く寝て治すってことが重要になりますし、こじらせるとですね抗生物質を飲まざるを得なくなっちゃうんで、あの風邪の時には特に要注意なんですね。それから必要な場合はね、まあ、抗生物質を飲むことも仕方ないんですけども、まあ、必要な場合じゃない時も実はね僕たち抗生物質を取っちゃったりするんですね。というのは産業的に育てられたですね、まあ、牛とか豚、それから養殖された魚っていうのはですね、病気にならない要因とか病気予防のためにですね、しばしば抗生物質を、まあ、投与されていたりするんですね。だからそういったものをベースにした食品っていうのはですね、抗生物質耐性の菌がついていたりだとか、当然ですね抗生物質が残留している可能性ゼロではないんで、そういったものを知らず知らずのうちにですね口の中に入れていると、やっぱり腸の中に悪影響を及ぼすんですね。だからそういったものの食品の頻度をですね下げるってことも、実は抗生物質の摂取をね控えるってことは非常に重要なことなんですね。その抗生物質っていうのは実は、もう環境中にもいっぱい出ているんで、例えば通常の野菜を食べたりだとか果物を食べたりしてもですね、まあ多かれ少なかれ取ってることになるんですね。ですけれども、まあちょっとでもですね、自分で減らせるリスクは減らすってことをした方がいいんじゃないかと。同じようにですね、まあ抗菌作用を示してしまう塩素を含んだ水道水とかね、直接飲んだりするなんてことはですね、なるべく避けるようにして、浄水したものを取るとか、まあこういったちょっとしたことの、ね、積み重ねがですね、結構日常からですね、いかに腸内細菌に立っていい生活スタイルを貫くかってことはですね、まあ将来ですね、腸の中の環境をベースにしたその癌の発症のリスクにもつながってくることになります。ですので、もう一度ですね、普段食べているものっていうのをこう見直すっていうことをですね、やってみるといいんじゃないかなというふうに思います。またね、その、まあ、がんを予防するための食事法ってことに関してはちょっと本の宣伝になっちゃいますけど、この本結構ね、あのレシピとかも載ってたりして好評だったりするんで、ぜひ一度目を通しておいてください。今日の話ね、役に立ったよって方、高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。